シネマノベチェントは神奈川県横浜市西区に所在するミニシアターである。シネマノベチェント客席2003年から2013年11月まで川崎市麻生区でバーを併設したミニシアターシネマバーザクリソムギャングを開業したミノワカツヒコが2015年2月に現在地で開業。フィルム素材の作品は 映写機による上映を行う。一スクリーンで、通常工業は自由定員制、各階入れ改正。座席は閉館した吉祥寺バウスシアターのシネマシートを譲り受け使用している。ミニシアターインディペンデント映画の新作、メジャー配給の特撮映画や洋画など名画作品、旧作のテレビアニメーションアニメーション映画などミノアの企画による幅広いプログラム編成を行っている。 また、イギリス映画、ファイナルオプション、恐るべき、相互殺人の日本配給刑を獲得し、自社配給作品として上映した。放課では、オンザロードをニュープリントし、35ミリフィルムのリバイバル上映をしている。上映後のトークショーなどのイベントが盛んで、特別工業では作品に関係する映画監督や出演者をゲストに囲んだ。 懇親会が併設のトラットリアで実施されている。また、期間限定の 35mm 映写技師体験講座が行われている。トラットリアのベチェントトラットリアが併設されている。着席スタイルで32名、立席スタイルで40名。カンパニー、ザ・アサヒ新聞、アサヒ新聞デジタル、居心地の良い、小さな映画館神奈川地域、www.a 日 .com 2020年1月17日閲覧。ABCDE シネマノベチェント公式サイト。藤棚商店街に客席28席の映画館。シネマノベチェント -35mm フィルムを上映。横浜経済新聞。2020年1月17日閲覧。ABC シネマノベチェントブログ横浜。シネマノベチェントツイッター。 ハットシネマのベチェントインフォメーションツイッター、ハット ABETCREC.CO.JP リンクコメント。ありがとうございます。